外から黒川が飲み込むか、チャンスを待つ松山、仕掛けられるか、間を割るのか、松山狙ってきた、しかし抑える黒川、新井先頭、黒川2番手、松山3番手、直線勝負、2番の新井、外から黒川伸ばして並んでゴールイン。めっちゃおめでとうございます。ありがとうございます。思想の手応え教えてください。思想は目いっぱいいってあのタイムだったんで、あれ出した、もうちょっと欲しいなっていうのはありました、はい、スタートは大丈夫です、良かったです、はい、前回の浜松でたくさん練習しておいたんで大丈夫そうです、はい、思想で3がすごい良かったので、もう3にやられないようにだけ意識して走ってました、はい、そうでは新井よりタイム3つ上回っています。外から脅かしにかかります3番の黒川京介。あのあたりももうちょっと黒川君の方が良かったらやられたかなって感じでしたね。やられちゃったかなって。勝負はどこか、外からもう一度接近していきます。もうインに来るかアウトに来るか分かんないんで、もうとにかく集中だけして抜かれないように走りました。ゴール前に景色的に刺されたかなっていう感じだったので、まあ、そこだけちょっとドキドキはずっとしてました。もっと手前が出せればいいレースできると思うので、そこを出せるように整備します、はい。応援してくれてる皆様、そして、自分の車検を買ってくれたお客さんのおかげで、応援してくれたおかげで、今日は1着取ることができました、明日も、自分の車検を買ってくれてるお客さんのために、精一杯仕事して、レースに臨みたいと思います、明日もよろしくお願いします。ちょっと新井さんタイヤが一瞬滑ったりしてたんで、張ったところを内狙うか外で狙ってで一回内向けたんですけど、うまく抑えられちゃったんで、ちょっと外一本で行ってみようと思ったんですけど届かなかったです。また明日は1着取れるようにスタートから一生懸命走ります。応援お願いします。